海上自衛隊の最新鋭の水上戦闘艦、最上型、12隻をもって、建造、終了との計画の中、ジキモが、味方の全容をキャッチしました。今回は、ジキモが、味方の詳細を詳しく見ていきますね。中国もびっくりするほどの建造能力は、もはや悪魔的ですね。三菱重工の本気が見えてきますし、やっぱり輸出を意識してのことなのでしょうか。日本各地でもが、味方が建造されることを考えると、マジでやばいよね。今年2024年2月、オーストラリアが増強を続ける中国の海軍力への対抗策として、自国の海軍戦力の再整備計画を打ち出し、その中には、汎用性の高い水上戦闘艦である、フリゲートを、最大で11隻調達する内容が含まれていることが伝えられた。このニュースが、ことに、日本で大きな反響を呼んだ理由は、その11隻のフリゲートの候補に、ドイツの MEKO-A200、スペインのアルハ3000、韓国の耐久級と互いして、日本のもが、味方の名が挙げられていたという事実からであった。日本のもが味方護衛艦は、海上自衛隊の水上戦闘艦艇として最新型のフリゲートであり、同隊では、初となる艦式記号、FFM を与えられた艦艇で、多用途で、対機雷戦戦いまでも包括した、その艦容から、新時代の水上戦闘艦として知られていた。このもが、味方が、他国、オーストラリア海軍の取得の検討の候補に挙げられたことは、日本国内に止まらず、世界的にも前述したような特徴が評価されたものと受け取られており、今後の展開、推移の続報にも注目が注がれている。も、が味方護衛艦は、今年2024年3月には、6番艦となる、阿賀野が就役を迎える予定で、最終的な準備が進められており、すでに、7番艦の、仁淀と、8番艦の、湧別も、昨年2023年に、進水を終え、順次就役を行っていく、過程にある。さらに名称は未定ではあるものの、目下、味方は、2023年度までの予算で残り4隻、トータルで、12隻の建造が行われることが決定されており、これらも、1年に2隻のペースで就役していく計画であることが明かされている。目下、味方護衛艦は、基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0 メートル、作用幅で 16.3 メートル、深さで 9.0 メートルの艦隊に、ガスタービン機関1機とディーゼル機関2機を合わせたコダグ方式のエンジンを搭載している。このコダグ方式の機関は、最大で7万馬力の出力を誇り、これによって最大で30ノットの速力を発揮、ステルス性を重視した艦隊、およそ90名という精進化を突き詰めた搭乗人数を実現しており、新たな護衛艦の在り方を示している。も、が味方は、当初は前述した12隻という隻数ではなく、最大で22隻までの建造が示唆されていた時期もあったが、昨年2023年8月末にその隻数となることが打ち出され、以後は、さらに、新型の FFM の新造が実施されることとなった。この方針転換の理由は、現時点では、定かではないが、もが、味方の主兵装は、アメリカ製のマーク 41VLS の16セルとされてきたが、新型 FFM では、この数が、倍増の32セルとなると目されており、より戦闘力を高めたものとなることが予想されている。そもそももが味方は、この主兵装たるマーク 41VLS の16セルも、10番艦までは、後日装備として建造時には搭載されておらず、建造当初より実装された状態となるのは、11番艦と12番艦の2隻のみという、少し心もとない状況ではあった。この点をして、オーストラリアが、調達予定のフリゲート11隻にもが、味方の名が挙げられたとはいえ、戦闘能力に疑義を唱える声が一部から寄せられていたことも事実ではあるが、個人的には、単に予算上の問題のように思える。したがってもが、味方護衛艦が、現時点で、建造済みの艦艇に、主兵装たるマーク 41VLS の16セルが搭載されていないことをもって、その戦闘面での運用に問題があるかのような言説は、
あまり意味をなさない抽象じみた指摘ではなかろうか。さて、オーストラリアの件は、さておき、日本の新型 FFM の概要であるが、こちらは、基準排水量で4880トン、満載排水量で6200トン、全長 142.0 メートル、最大幅 17.4 メートルの艦隊に、モッガ2型と同様のコダグ方式のエンジンを搭載する模様だ。この新型 FF が搭載するコダグ方式の機関の出力などのスペックは未だ伏せられているが、最大速力ハモが2型と同等の30ノットが確保されるとめされており、高速性能と燃費の両立を基としていることは間違いない。新型 FFM は、開示されたスペック上でもが2型と比して、基準排水量で980トン、満載排水量で700トン、全長で 9.0 メートル、最大幅で 0.9 メートルほど艦隊が大型化される予定であり、これを考慮すれば機関部も強化されるのだろう。モッガ2型で16セルであった主兵装のマーク 41VLS は、新型 FFM では、こうした艦隊の大型化もあって、前述した通り、倍増となる32セルを搭載すると予想されており、対艦、対潜、対空、対地の各分野の攻撃力の向上は間違いない。艦枠場もが、2型で、10番艦まで後日装備とされた主兵装のマーク 41VLS を、今後の新型 FFM では、建造と同時に搭載されることを期待するが、防衛予算案の増額が図られらたいまであれば、その点も考慮されるものと思いたい。モッガ2型護衛艦では、その企画に際して、実際に建造を担う造船企業側からの提案を募る方式が初めて実施されることとなり、当時は、これに、三菱重工業者と三井造船社とジャパンマリンユナイテッド社の3社が、これに参加した。選考結果は、三菱重工業者の企画が採用され、2番手は、三井造船社であったことから、全12隻を、前者が主契約者として10隻、後者は、下請け事業者として、2隻の建造を担当したが、このうち5社は、業界の再編のため、三井 E&S 造船社を経て、三菱重工マリタイムシステムズ社へと変化した。こうした流れをたどったこともあり、もが、三型護衛艦は、結果として、三菱重工業者と三菱重工マリタイムシステムズ社という、両社が、共に、三菱系の造船企業が建造を担う形となり、是非は別としても集約化されたと言える。新型 FFM においても、選考形態は、同様の形が取られたが、企画提案に参加を行ったのは、三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の2社のみとなり、ここでも、前社が、主契約者の座を獲得し、後者は下請け事業者となった。ジャパンマリンユナイテッド社といえば、今、まさに航空母艦化改修の渦中にあるヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH の出雲、型2隻を建造した実績を持つことでもよく知られているが、日本の護衛艦の建造は、今や、この2社しか受け負えないとも言える。こうした状況は、日本の防衛産業全体を俯瞰してみた場合には、選択肢が減少してしまうという、由々しき事態ではあると思えるが、特殊な産業でもあるため、建造に実績を要求することは避けられず、今後も新規参入は困難であろう。新型 FFM は、防衛予算上では、2024年度分から2028年度分までの5年間で12隻を建造することとなっており、主契約者である三菱重工業者が8隻、下請け事業者であるジャパンマリンユナイテッド社が4隻を受け持つ予定だとめされている。初年度の2024年の防衛予算案では、新型 FFM の建造費用としては、2隻で1747億円、1隻あたりでは、およそ873億円が盛り込まれており、これハモが、三型護衛艦が一隻あたりおよそ470億円ほどであったことに比してかなり増加したようにも見える。ただし、こうした背景には、世界的な物価高騰の基調など、経済的な状況を反映したであろうことや、当初より、主兵装のマーク 41VLS の32セルの取得を含む可能性もあり、一概に金額のみを取り出して論じることには意味は薄いかもしれない。
ちなみに、最新型の汎用護衛艦監視機号 DD の朝日型の場合、基準排水量で5100トン、満載排水量で6800トン、全長 151.0 メートル、最大幅 18.34 メートルの艦隊に、マーク 41VLS の32セルを搭載、その建造費はおよそ700億円と近似値ではある。新型 FFM の場合、規模的にも兵装的にも、ベースであるもが身型よりも、この朝日型護衛艦に近いものが感じられ、建造費も含め、その用途もそれに近い、いわば FFG、ミサイルフリゲートとミサス声も聞かれる。2024年現在、海上自衛隊が保有運用する艦艇の中で、最新の水上戦闘艦艇といえばも、が2型護衛艦であり、他国海軍で言えば、フリゲートに分類されている、船体の規模感と装備を備えた多用途艦艇ということができる。も、が2型護衛艦自体は、海上自衛隊の艦艇としては、初となる FFM という艦首記号を付与された経緯があり、これは、FF が、フリゲートという、艦の規模、M が、機雷、マインと多用途、マルチパーパスを示すものと説明されている。も、が、2型護衛艦の直接の前級である、阿武隈型護衛艦は、日本の近海や沿岸部の防衛を担当する艦艇として、艦首記号としては、DE が割り振られており、1989年から1993年にかけて6隻が就役。艦齢は、今年2024年で、31年から35年を迎える。そのため、阿武隈型護衛艦は、2022年末に閣議決定された防衛力整備計画によって、遅くとも、2028年3月までに6隻すべてを退役させた後除籍することが確定しており、その役目を全うして去っていくこととなる。ちなみに、阿武隈型護衛艦は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルの艦隊に、ディーゼル機関2機とガスタービン2機を組み合わせた CODOG 方式を採用。合計で、最大で、36,300 馬力で、27ノットの速力を発揮する。阿武隈型護衛艦は、主兵装として、62口径 76mm 単装砲1機、ハープーン追艦ミサイルの4連装発射塔を2機、アスロック対戦ミサイルの8連装発射機を1機、324mm の3連装単魚雷発射艦を2機搭載している。ここからもわかるように、阿武隈型護衛艦は、現在の日本の主力の護衛艦馬のように、主兵装に、VLS、垂直発射艦は採用されておらず、艦隊には、若干のステルス性能は備えてはいるものの、旧式化は否めなかった。また、阿武隈型護衛艦は、この基準排水量2000トン、満載排水量2900トンという、規模感の艦隊でありながら、乗員の定数は120名となっており、その点からも、現在求められているような精進化が図られているとは言い難い。これに対しもが、2型護衛艦は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルの艦隊に、ディーゼル機関2機とガスタービン1機を組み合わせたコダグ方式を採用。合計で、最大で、7万馬力で、30ノットの速力を発揮する。も、が2型護衛艦は、主兵装として、62口径マーク5、5インチ単装砲を1機、マーク 41VLS を16セル、17式艦対艦ミサイルの4連装発射塔を2機、324mm の3連装単魚雷発射艦を2機、さらに、近接防御用に、シーラム1機を搭載している。阿武隈型護衛艦でも、若干のステルス性能を備えていることは前述した通りだが、もっか2型護衛艦は、その外観を見ても、同分野を大幅に進化させたことが伺えるデザインであり、一見して無駄ノイズされた水上戦闘艦であることがわかる。従来までの水上戦闘艦といえば、主として、環境構造物周辺に、多数の可動式のレーダー等のアンテナ類が取り付けられていたものだが、もっか2型護衛艦においては、ほぼそうした突起物は廃され、非常にスッキリとした外観が特徴だ。もっか2型護衛艦では、環境構造物の最上部に、
ノラ50複合空中線と呼ばれている各種の通信に必要なアンテナを集約させたものを採用。その見た目から、一角獣やユニコーンといった形容が行われることも多い。この円筒形をしたノラ50複合空中線アンテナは、形状としてシンプルにまとめられたこと以外に、内部の部品の交換等のメンテナンス性にも優れていると言われ、ステルス性と機能面を両立させたものだと評されている。またもが、2型護衛艦の目としては、X バンドに対応したパネル式の OPY2 レーダーが、環境部の側面に埋め込み式で配置されており、これは、従来までの OPY1 レーダーと OPS-48 潜望鏡探知レーダーを統合させた多機能レーダーである。この OPY2 レーダーは、敵である目標物を捜索するところから始め、探知した後には、その目標の追尾を行い、最終的には、搭載兵装による射撃管制までを一貫して担う多機能レーダーであり、無論、これも、艦のステルス性の向上にも寄与している。これに加えもが、2型護衛艦には、2種類の電子光学センサ OAX-3 が組み込まれており、これは、可動型と固定型のから構成されているもので、ここから取得された情報も、また搭載する兵装の射撃管制に利用される仕組みとなっている。OAX-3 の固定型センサーは、前述したノラ50複合空中線アンテナの下部に、艦の全周囲を、カバー可能な6機のカメラを備えており、ここで取得された画像は、艦の CIC、戦闘指揮所のモニターに送られ、状況への対処に利用される。もが2型護衛艦の CIC、戦闘指揮所は、14機ものコンソールモニターが上部から見た場合、円形に配置された効率的な構造に設計されており、艦全体の定員を90名という消費化を推進することが可能な一要因ともなっている。この基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トンにもなる規模を持つもが、2型護衛艦の定員数が90名というのは、他国の同様な規模感を持つフリゲートと比較しても非常に進んだ消費化を実現していると言えよう。ただし、伝統的に、水上戦闘艦が、実際の戦闘等で、艦隊にダメージを受けた場合のリカバリー、すなわち、ダメージコントロールへの対応は、乗務員の頭数によって対処能力が向上するという、属人的な要素も多分にあり、消費とかだけを手放しで称賛するわけにはいかないとの指摘もある。そして、もが2型護衛艦が、従来の護衛艦と一線を画すと言われている最大のポイントが、対機雷戦闘を、これだけの規模の艦艇でありながら包括して実施することを念頭に建造されているという点にあると思われる。もが、2型護衛艦は、対機雷戦闘用の装備として、OQQ-11 ソーナーシステムを実装し、また、機雷排除用の無人水上無人機、USV と、機雷捜索用の UUV と、強いて、自立型の水中高層式機雷探知機 OZZ-5 を運用する能力が付与されている。これらの機雷の排除を行う能力に加えて、もが2型護衛艦は、自身が機雷を敷設する能力も備えており、簡易型の装置を用いて、小型の導管専用の新型機雷を敷設することで、従来の掃海敵が担っていた役割も一部で対処可能としている。かつての冷戦期にはいざという場合に、日本の近海に進出してくるであろう。主として、当時の旧ソ連海軍の艦艇を意識した掃海艇部隊の維持が注力されていたが、同国の1991年の自然崩壊以後は、その戦力は削減される傾向にあった。しかし、今日では、急拡大を続ける中国海軍が、日本の南西諸島方面を脅かす事態が懸念されるようになり、同諸島方面を念頭に置いて、こうした島嶼部の防衛を強化する策の一環として、もが、2型護衛艦への対機雷戦闘能力の付与が行われたと言ってよいだろう。もが、2型護衛艦は、まず、2022年3月に、2番艦である、熊野が就役を果たしたことを皮切りにして、現時点の2024年2月末時点までに、5番艦の矢作までが実戦配備を終えており、この3月には、6番艦の阿賀野もこれに加わる予定となっている。当初は、
22隻もの大量建造も視野に入れているとされていたのが三型護衛艦ではあるが、2024年度の防衛予算案までで、全12隻の建造となることが打ち出され、その後ハモが三型を改良した形とほぼ式新型 FFM が12隻建造される計画となった。この新型 FFM の使用については、現時点では、詳細の部分までは判明していないが、もが、三型で16セルに止められた VLS 垂直発射管は、倍の32セルに強化される模様で、対機雷戦闘について、どのような対応となるのかは、続報に留意したい。現在、海自最大規模の出雲型護衛艦に F-35B ライトニング 2B 戦闘機を艦載機とするための航空母艦化改修工事が進行中です。出雲型護衛艦の土台であり先行して建造されたのが日向型護衛艦ですが、この艦は航空母艦化改修ができませんでした。中国もドローン空母を計画しているとの話も。日本の技術力は衰退と言われる方は多いですが、実は、世界屈指の最強技術をいくつも持ち合わせています。AI システム化で、少人数での運用開始が始まるかもしれませんね。2023年現在、海上自衛隊保有の最大規模艦艇といえば、1番艦伊豆、元2番艦加賀の2隻を含む出雲型護衛艦です。このシリーズには、ヘリコプター搭載型の護衛艦を示す DDH という艦首記号がついています。出雲型護衛艦のサイズですが、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートル、スクリュープロペラが2軸、最大14機の搭載能力を持っています。ただし、航空母艦と呼ぶには、F-35 ライトニング 2B 型の MAX 搭載数は14機なので、多くはありませんが、海事艦艇では最大規模なのです。主機関として、アメリカのジェネラルエレクトリック社製のガスタービンエンジンを、5ガグ方式で、2機ずつ、4機搭載していて、1機あたり2万8000馬力なので、合計11万2000馬力、最大速力30ノットを誇ります。電源装置としては、主発電機を4機搭載、合計 14,000kW の供給可能ですし、原動機は、機関部と同じ、ゼネラルエレクトリック社製のガスタービンエンジンを搭載、護衛艦として、初めての戦艦電圧 6600V の高圧配電方式を採用しています。日向型と同じく出雲型護衛艦は、全通式飛行艦板右舷側に、上部の建物を集約化した環境があります。この全通飛行甲板のサイズは、長さ245メートル、幅38メートルですから、艦艇サイズとほとんど差はありません。ヘリコプターの発着スポットは5カ所あり、最大14機が艦内格納庫に収容可能で、夜間発着できるようにライトが埋め込まれているなど、ヘリコプター運用に重点を置いているので、国内外では、収益時からヘリ空母と分類されているのです。この全通式甲板には、3つの格納庫、第1、第2格納庫、整備用があり、SH-60kg 哨戒ヘリコプターが、最大14機格納できますが、実際は、SH-60kg 哨戒ヘリコプター7機と、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機での運用ということです。もともと、出雲型護衛艦は、多任務艦の機能が要求されていたので、陸自や海自が運用している総発で、
大型の CH-47J 大型輸送用ヘリコプターチヌーク回転翼機の運用が想定されていたそうです。この大型輸送用ヘリコプター CH-47J でさえ、艦内に収容できるようにされているという事実を見ても、出雲、潟護衛艦がどれほど大きいかと想像できますね。この巨大艦艇の格納機に、収容可能な航空機のサイズを見てみましょう。SH-60kg 哨戒ヘリコプターが全長 19.8M、全幅 16.4M、全高 5.4M、全備重量 16,650kg。MCH-101 輸送救難ヘリコプターは、全長 22M、全幅 18.6m、全高 6.6m、全備重量 14,600kg。CH-47J 大型輸送用ヘリコプターチヌークは、全長 30.18 メートル、全幅 18.29 メートル、全高 5.69 メートル、自重 178,352kg です。出雲、潟護衛艦には、それらの機体を格納庫から昇降させるエレベータが、前後に計2機が備えられていて、前部はインボード式、後部は環境後方不限のデッキサイド式です。前部のインボード式が、長さ20メートル、幅13メートル、後部のデッキサイド式が長さ15メートル、幅14メートル、耐荷重が30トンで電動油圧制御方式を採用しています。現在、改修工事を進めている出雲、潟護衛艦伊豆、元香川、短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル形式の F35 ライトニング 2B 型を艦載機にできるのですが、その大きさは、長さ 15.61M、幅 11.37M、重量27トン強です。日本が調達を進めている F-35 ライトニングには、アメリカの航空機メーカー、ロッキード・マーティン社を中心とした企業によって開発されたステルス戦闘機であり、日本を含む西側諸国が唯一調達可能な機体です。設計や建造を開始した時点では出雲、潟護衛艦が、この F-35 を艦載機とすることは未定でしたが、浸水直前の2013年7月、艦載機としての配備、運用も、視野に導入が検討されていると、マスメディアが報じたのです。当時の防衛省は否定しましたが、出雲、潟は、設計段階から、将来的に、F-35B 搭載の可能性を考え、エレベーターのサイズなどを決定していたそうです。今後の可能性を見越して企画されたと思われるので、先見性があるという声も聞こえます。海上自衛隊では、航空母艦の保有を目指していたのですが、当時、専守防衛を掲げる理念のもと、航空母艦を運用することについて、政治的にも批判を受けることを危惧していたようです。こうした政治的、経済的事情で、日本が足踏みをしていた頃、中国は、国家の経済力を背景に、軍の近代化と勢力を拡大、活動範囲を広げ、軍事的な圧力を強めていったわけです。中国に圧迫されているという日本の安全保障環境の危機感に追い立てられたのか、航空母艦化計画を実現させることになったのです。2010年後半になると、出雲、潟護衛艦の航空母艦化改修が本格的に検討され、2017年には、ジャパンマリンユナイテッド社へ、航空機運用能力向上に関する研究を委託し、改修工事事業に着手しました。出雲、潟護衛艦に、無人航空機とともに、F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定した研修も行われたようです。そこで、将来的な運用を視野に入れて、2018年12月に閣議決定した防衛計画大綱では、STVL 機を運用できるように、本艦を改修することにも明記したというわけです。日本政府の見解としては、攻撃的兵器である、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦は保有しないとしながらも、防衛用の航空母艦ならば、憲法や自衛隊理念には反さないというものでした。政府は、出雲、潟護衛艦の航空母艦改修工事が終了しても、F-35 ライトニング 2B を艦載機として常時運用はしないと明言しています。従来通り、対戦ヘリコプターを搭載して、F-35 ライトニング 2B と併用運用するとしています。
出雲・潟子栄冠の航空母艦化改修工事は、2020年度防衛予算から改修費用を出して着手。1番艦出雲、2番艦加賀が、5年に一度実施される大規模な定期検査に合わせて、2回に分けての改修工事を予定しています。具体的には、1回目の改修で、全通式飛行甲板に F35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱に耐えられる特殊塗装を施し、耐熱加工や電源設備の設置を行い、インフラ設備を整えることが決定しました。航空母艦化改修工事と並行して、2023年度防衛費の中には、F35 ライトニング 2B を6機調達する経費が盛り込まれていて、海上自衛隊は F35 ライトニング 2B を、総数42機の導入を予定しています。F35 ライトニング 2B 型が最初に配備される拠点は、宮崎県の航空自衛隊の新田原、ニュータバル基地です。必要に応じて航空母艦化した出雲型に艦載され、2024年度からの運用開始を目指しているそうです。日本で初めて航空母艦化の改修工事を進められている出雲型護衛艦ですが、先行して建造されたのが、海自発の全通式甲板型護衛艦でヘリコプター搭載護衛艦のヒューガ、型護衛艦のヒューガと伊勢の2隻です。ヒューガ、型護衛艦のサイズは、基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長197メートル、最大幅33メートル、深さ22メートル、喫水7メートル、高さ48メートルです。排水量を比べると、出雲型護衛艦のおよそ 70% 強ということになります。この2艦は、共に全通式飛行甲板を備えており、空母のような外観ですが、飛行甲板から格納庫を結ぶエレベーターは、前後に、それぞれ合計2機設置されており、インボード式が採用されています。ヒューガ型護衛艦のエレベーターは飛行甲板上にあるので、F35 ライトニング 2B の運用が困難だったので、出雲型のように航空母艦化改修を行うのには無理だったと考えられます。津元加賀の F35 ライトニング 2B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦としての運用、あるいは海上自衛隊初の強襲揚陸艦として、を、積み型輸送艦の代替艦に運用するという可能性も考えられるようです。